液体。液体、液体は物質の三体、固体、液体、気体の一つである。気体と同様に流動的で容器に合わせて形を変える。液体は気体に比して圧縮性が小さい。気体とは異なり、容器全体に広がることはなく、ほぼ一定の密度を保つ。液体特有の性質として表面張力があり、それによって 濡れという現象が起きる。液体の密度は一般に固体のそれに近く、気体よりもはるかに高い密度を持つ。そこで液体と固体をまとめて、凝集系などとも呼ぶ。一方で液体と気体は流動性を共有しているため、それらを合わせて流体と呼ぶ。液体は固体と気体と並んで物質の三体の一つである。物質内の原子あるいは、 分子の結合する力が熱振動、格子振動よりも弱くなった状態であり、構成する粒子が互いの位置関係を拘束しない目に自由に移動することができ、いわゆる流体の状態となる。このような状態を物質が液層であるという。臨化圧力以下ならば、物質ごとに決まった温度で固体から液体へ構造焦点移、一時相転移する。 この個体から液体への転移温度が融点である。また、一定の圧力のままさらに温度を上げると、分子の振動が強まって、分子間の距離が大きくなり、加熱が起きない場合、ある定まった温度で、飽和蒸気圧がその圧力に達し、液体内部から気体が発生する。この時の転移温度が、沸点である。逆に温度を下げれば、気体、液化液体、凝固固体となる。 過冷却客が起きない限り、凝固点は、有点と等しい。ただし、有点、沸点は、圧力などが相的条件の影響により変化する。液体状態では、原子、分子は、比較的自由かつランダムに動き回っている。ブラウン運動。周期表において、常温、常圧で単体が液体である元素は、水銀と臭素のみである。 常温よりやや高い温度が融点となっている。融点が25度から100度元素として、フランシウム、セシウム、ガリウム、ルビジウム、リン、カリウム、ナトリウムがある。常温で液体の合金として、ガリンスタンなどがある。純物質で、常温上圧で液体のものとして、水、エタノール、各種有機溶媒がある。液体の水は、科学と生物学において、極めて重要である。 生きるために水溶液環境で行われる、タンパク質の化学反応を用いる生命にとっても、液体の水が必須だと言われ、地球外生命体の探索において氷や水蒸気しかない星は除外される。日常において、重要な液体として、家庭用漂白剤のような水溶液、香油やガソリンのような複数の物質の混合物、ビネグレットソースやマヨネーズのようなエマルジョン、 血液などの懸濁液、塗料や乳のようなコロイドがある。多くの気体は、冷却によって液化でき、液体酸素、液体窒素、液体水素、液体ヘリウムなどの液体を作ることができる。蒸圧では液化できない気体もあり、例えば二酸化炭素は5.1気圧以上でないと液化できない。古典的な物質の三体では分類できない物質もある。 例えば個体と液体の特性を合わせ持つ物質として液晶があり、表示装置に使われているだけでなく、生体膜も多くが液晶である。液体には様々な用途があり、潤滑剤、溶媒、冷却剤、または冷媒などに使われている。油圧システムでは液体を使って動力を伝達する。トライボロジーでは液体の潤滑剤としての特性を研究する。 油などの潤滑剤は対象装置の運用温度範囲における粘土と流動特性を考慮して選択する。潤滑油はエンジン、トランスミッション、金属加工、液圧システムなどに使われている。航空機の揚力発生等流体機械の広い範囲でその特性が応用されている。他の液体や固体を溶かす溶媒には様々な液体が使われている。溶媒には塗料、 コーキング剤、接着剤など様々な用途がある。ナフサやアセトンは、部品や機械についた油、油脂、タールなどを洗浄するのによく使われる。海面活性剤は、石鹸や洗剤によく見られる。アルコールなどの溶媒は殺菌剤としてもよく使われる。また、化粧品、インク、液体色素レーザーでも使われている。食品加工でもよく使っており、 植物油の抽出などの工程で使われている。液体は気体に比べて熱伝導率が高く、また流動性があるため、機械部品の余分な熱を奪うという用途に適している。ラジエーターのような熱交換器に液体を通して熱を除去したり、液体を蒸発させて気化熱を奪うことで冷却することもある。エンジンの冷却には水やグリコールが冷却剤として使われている。 原子炉の冷却剤としては、水の他にナトリウムやビスマスといった液体金属も使われている。ロケットの燃焼室を冷却するのに、液体推進剤を使ったフィルム冷却が行われている。機械加工では、摩擦熱などの余分な熱が、加工対象と道具の両方を劣化させるため、水や油を使って冷却する。人間の場合も、 汗を蒸発させることで余分な熱を除去している。空調の分野では、水などの液体を使ってある場所から別の場所へ熱を移動させる。液体は流体であるが、気体と比較すると圧縮性が非常に小さい。これを、固体の容器に閉じ込めた場合、気体の場合とは、やや異なったものができる。柔らかい容器に入った液体は、体積は変わらないが、変形はするため、 液体の場合よりはしっかりとした手応えの衝撃吸収素材となる。ウォーターベッドはこれを利用している。また、内部の溶石が変わらないような素材でできた管に液体を閉じ込めた場合、パスカルの原理に従って片方からかかった圧力がもう片方へ直接に伝わ油圧計はこれを利用している。ポンプや水車のような装置は古代から 液体の動きを仕事に変換するのに使われてきた。油圧計ではポンプで油に圧力をかけて押し出し、その力を圧力モーターで動力に変換する。油圧計には様々な用途があり、ブレーキ、トランスミッション、建設機械、航空機の制御系などに使われている。液圧式プレス機械は様々な加工や修理に使われている。液体は計測装置にも使われることがある。 温度計は液体の熱膨張と流動性を利用することが多く、水銀などが使われている。マノメーターは液体の重さを使って圧力を測定する。液体は気体と同様に流体としての特性を示す。液体は容器に合わせて形状を変化させ、水密な容器ならばかけられた圧力が容器内のすべての表面に均等にかかる。 分子が引力を及ぼし合っている状態なので、体積は固体とさほど変わらず、気体のように圧力で大きく変化することはない。気体と異なり、複数の液体がすぐに混ざり合うわけではなく、容器内全体に広がることもなく、それ自身の表面、水面を形成する。このような特性を応用して、油圧、液圧システムが生まれた。液体の量は一般に体積あるいは溶石で、 計測される。単位としては、SI 単位の立方メートルやその分量単位である、1立方デシメートル、すなわち1リットル、立方センチメートル、すなわちミリリットルなどがある。液体の体積は温度と圧力によって決まる。一般に熱すると膨張し、冷却すると収縮する。ただし、0から4の間の水は例外である。重力化では、 液体は容器及び液体内のあらゆるものに圧力をかける。この圧力は全ての方向に加わり、深くなるにつれて増加する。液体が一様な重力場にあるとき、深さ Z における圧力 P は次のようになる。ここでである。なお、この式では表面、水面での圧力をゼロと仮定しており、表面張力の効果を無視している。 液体に沈められた物体には、風力、アルキメデスの原理が働く。浮力は他の流体でも見られるが、密度の高い液体で最も強く働く。液体の圧縮性は小さい。例えば、水の密度は圧力が100バールのオーダー、水面下1キロメートルの圧力にならないと目に見える、変化をしない。流体力学では液体を冷圧縮性のものとして、 扱うことが多く、特に冷圧縮性流体の研究では、そのように扱う。液体表面、水面は一種の断性膜のように振る舞い、表面張力が見られ、雫や泡が形成される。表面張力によって生じる現象としては他に、毛細管現象、濡れ、表面張力波などがある。洗断応力や、遠心応力に対して液体が示す。 抵抗の度合いを粘土で表す。液体は非混合性を示すことがある。混ぜることができない液体の組み合わせとしては油と水があり、サラダドレッシングで日常的に見かける。逆に混ぜることが可能な組み合わせとしては水とアルコールがある。混合した液体は上流によって分離することが可能な場合が多い。沸点未満の温度ではどんな液層の物体も 平行状態になるまで蒸発する。平行状態に達すると液体の蒸発と気体の凝縮が同じ速度で起きるようになる。従って蒸発した気体を継続的に取り去ると液体は最終的には全て蒸発してしまう。沸点に達すると液体はさらに急速に蒸発するようになる。沸点に達した液体は沸騰するのが普通だが条件によっては加熱状態になる。 凝固点以下の温度では液体は凝固し固体となる。蒸発と凝縮の場合とは異なり、蒸圧下では平行状態にはならない。加冷客が起きない限り液体は最終的には完全に固体となる。ただし蒸圧でない場合は必ずしもそうではなく、例えば水と氷を密閉された圧力容器に入れると片晶と液槽が混在した平行状態となることもある。 液体では、原子は結晶格子を形成しておらず、いかなる長距離秩序も存在しない。そのため X 線解説や中性子解説で、ブラックピークが現れない。通常条件下では解説パターンは天体称になるが、これは液体の等方性を示している。中心から、K 方向に見てみると、解説強度は滑らかに振動している。これは、プローブ、 光子や中性子の波長、ラムダとブラック角度、シータで与えられる波数、Q、イコールシンシータの関数である。性的構造因子、S で説明される。S の振動は、液体の近傍の原子間の相関関係を、表している。それらの相関関係のより直感的な指標として、同型分布関数グラムがあり、これは、基本的には、S の風呂へ変換である。これは、 ある時点の液体内の二体相関の空間的平均を表している。グラムはある中心点から距離 R までの玉の体積内にある粒子数の平均から計算によって決定される。与えられた半径における原子の平均密度は次の式で表される。ここで N は距離 R における幅 ΔR に存在する原子の平均個数、ローは 平均原子密度である。グラムは解説実験とコンピュータシミュレーションの比較手段となっている。原子間、ペアポテンシャル関数と組み合わせて使い、乱雑系の内部エネルギー、ギブスの自由エネルギー、エントロピー、エンタルピーといったマクロな熱力学的パラメータを計算することもできる。グラムと R の対応を示した典型的なグラフには次のような重要な特徴がある。 単純液体の同型分布の実験的検証は、X 線散乱などの手法を用いる。構造的干渉は、半径 R の範囲内のピークに限られる。したがって、X 線の干渉の条件が満たされた時だけ、振幅の減衰したピークが出る。結果として、結晶面に対応した X 線解説パターンに似た明暗の帯が、周期的に排された結果が得られる。 一般に液体と固体の基本的違いとして、固体が、先断応力に対して、弾性的抵抗を示すのに対して、液体はそうではないという点が挙げられる。従って、液体の分子運動は縦波、炎に分解でき、横波は、非常に秩序立った結晶質の個体でのみ現れる。すなわち、単純液体は、先断応力という形で加えられた力に耐える。 ことができず、力学的にそれに幸福式を指摘には、蘇性変形、粘性流を起こす。さらに言えば、固体は、先端応力に対して、局所的に変形するだけで全体の形が、保たれるのに対して、液体は、ナビエ、ストークス方程式で表される、粘性流となって大きく変形、流動する。この点が固体と液体の力学的な違いとされている。 しかし連続性についての観測によれば、横波は必ずしも個体のみで伝わるわけではなく、液体でも伝わると結論付けられる。通常の液体での実験でこの結論が確認できないのは、現代の音響学や光学の技法、超音波やレーザーで得られる振動周期に対して、液体中での横波の減衰が極めて素早く起きるためである。そのような条件下では、 液体での横波は急激に減衰する。それらの結論の検証には、単原子分子の液体やガラスの分子動力学法のコンピュータシミュレーションが使われ、短い波長では液体が横波を伝播できることが確認された。この年段性の振る舞いは、波数が増加するにつれて、液体の合成が重要な要素になるという事実と結びついている。 高周波の横波と縦波の減衰気候は、粘性の液体や、重合体やガラスを考慮していた。その後、広範囲の時間的、空間的スケールで観測される、構造緩和スペクトルを使って、粘性液体のガラス転移を解釈する、新たな成果が生まれた。動的光散乱法、または、光子相関法を使った実験では、重病という、 短い時間における分子の動きを研究できる。これは、周波数の範囲を 10Hz かそれ以上に拡張したのと、等価である。従って、横音響炎、横波と効化あるいはガラス化の開始には密接な関係があることがわかる。効化が観測される波長の増大を考慮すると、その現象の周波数への依存性が明らかになる。液体の熱運動を、 男性波の重ね合わせで表すという方法は、ブリルアンが最初に導入した。したがって行集形の原子の動きは定常波の風エ、急数で表され、それらは、物理的には、様々な方向や、波長の原子の振動、密度の揺らぎの縦波や横波の重ね合わせと、解釈できる。音波の電波という意味では、縦波すなわち粗密波の速度は、 物質の体積弾性係数に制される。密度ローと体積弾性係数 K の比の平方根、すなわちは縦フォノンの電波速度と等しい。横波の場合密度は一定なので電波速度は合成率によって制限される。密度と合成率 G の比の平方根は横フォノンの速度に等しい。従って波動の速度は次のようになる。ここでローは 粒子密度、または気体積の逆数である、は、液体における構造変換、無核散変態の機構を研究した。彼は、固体と液体の分子間じからは、極めて近いとし、リンデマンの誘拐速を引用した。それは、単純固体における固有振動の原子振動周波数の正確な値を求めることに成功している。リンデマンは、原子の振動の振幅が、 原子間距離のある割合に達した時に誘拐が始まるとした。したがって液体と固体の基本的な違いは分子間力の大きさではなく分子の振動の振幅だということになる。液層では分子の振動は極めて大きく分子同士が衝突することも珍しくない。結果として固体では固定されていた平行位置が 液体ではゆっくりと変化していき一定しない。分子の振動周波数は液体と固体で同じである。フレンクルはまた、硬い男性ネットワークにおける原子の静的平行、位置について熱運動の力学を考慮した。結晶の硬さは原子が普遍の平行位置を占めているために熱運動が小振幅の振動にしかなないことによる。一方、液体では原子が 高級的な平行位置を占めることはないため、流動性が生じる。原子、または、分子の振動周期が適用された外力の、時間的尺度に比べて大きいとき、弾性変形が起きる。逆に振動周期が小さい場合、不可逆な素性変形が起きる。有点付近の単純液体及び、個体の高周波力学の研究において、振動周波数がゼロとなる条件を、 熱力学的極限と呼ぶ。有点付近での被弾性功散乱の研究では、十分に高い周波数の振動スペクトルは、液体と固体で、識別可能な異が全く見られない。つまり、十分に短くかつ小さい範囲では、誘拐が起きても、物質の力学においては、断続的な変化が全く起きない。周波数が低いほど、液体と固体の振る舞いの異は大きくなる。 固体における原子、分子の拡散、または粒子変異のメカニズムは、液体における粘性流と凝固の気候と密接に関連している。液体中の分子間の自由空間を使った粘度の説明は、常温で液層となる分子同士の会合が見られる液体を説明するために修正されてきた。様々な分子が集まって分子会合を形成するとき、 それまで分子が自由に動き回っていた、ある範囲の空間をば、固体のような形で取り囲む。したがって冷却されると、分子の多くが解合し、粘土が増す。粘土は有限の圧縮率を持つ液体では、体積の関数とみなすこともでき、同様の議論は粘土への圧力の効果を説明するのにも使える。したがって、圧力増加に伴って粘土も上昇することが予測される。 さらに体積は熱によって膨張するが、同時に圧力を増加して、体積を一定に保てば、粘土は一定となる。原子が平行状態から非平行状態に、遷移するのにかかる平均時間を、緩和時間と呼び、マックスウェルの気体分子運動論で最初に言及された。最も単純化した、単原子分子の液体の場合、構造緩和とは、液体に圧力がかかって、 より高密度でコンパクトな分子配置になる場合、あるいは逆に圧力が弱まって低密度な分子配置に変化する場合といった局所構造の秩序の度合いが変化することを指す。相互配合の転移と再配分に関わるため、体積、あるいは圧力が変化し始めてから局所構造が変化するまで一般に遅れが存在する。そういったプロセスには一定の不活エネルギーが必要であり、 有限の速度でしか進行しない。過冷却液体がガラス点移転付近で不可逆な蘇性変形による粘性の緩和を起こすのもこれが原因である。地球は太陽系において表面に液体の水をた,たえた唯一の惑星であり、これがプレートテクトニクスや大気中の二酸化炭素濃度調整、そして生命の存在を許容する特徴づけを行っている。 このように液体の水が惑星表面に存在可能な恒星からの距離領域をハビタブルゾーンという火星の北半球にかつて液体の水が大量に存在したか否か、そしてどのような理由で現在の姿になったのは議論が分かれるところである。マーズ・エクスプロレーションローバーによる探査で見つかった線場地上地形などから火星には少なくとも地殻上に広く 水が溜まった箇所が一つは存在することを突き止めたが、この規模については未だわかっていない。金星表面からは河川跡のようなチャネル地形が発見されているが、これは粘度が低い液体の溶岩流が流れた跡である。木星中心にある岩石室の中心部には周りに広大な液体の対応がある可能性をハーバード大学教授のカールセーガンが示唆した。その体積は、 地球の海の620倍と試算した。マントルと分離している十分な量の水やメタンなどの液体は衛星であるタイタン、エウロパ、カリスト、ガニメデ等にも地下に存在すると考えられる。同様にイオにはマグマの海があると考えられる。液体の水が存在する決め手にはなっていないが土星の衛星エンケラデスには間欠泉が見つかっている。その他の氷上衛星や 太陽系外縁天体も内部に液体化、現在は氷結しているが過去には液体であった水を持っていた可能性がある。太陽系外惑星では、グリーゼ 581C がハビタブルゾーンにあると判明した。しかしながら、もし温室効果が過剰ならば、表面に液体の水を維持する以上の気温にある可能性は捨てられない。逆に、グリーゼ 581D は、 温室効果によって表面が液体の水を持ちうる温度まで引き上げられている可能性もある。境外惑星オリシスもその大気が水蒸気を含んでいるかが議論となっている。グリーゼ436ビットは高温の氷が存在すると考えられている。これらの惑星は液体の水を放置するには高温すぎるがそこに水の分子が存在するとすれば 他に適当な温度の惑星が発見される可能性がある。惑星内部にも液体状の構造が存在する可能性が示唆される。地震波による測定から地球半径の約半分程度の大きさを持つ核は外側に液体の外核を持つことが分かった。これは溶融した鉄、ニッケル、硫黄が混ざり合った高密度の流体であり、地磁気を発生させる原動力。 ダイナモ効果となっている。同じ地球型惑星の中では、水星からも磁場が観測されており、これは逆に、水星内部にも、液体の核が存在する、可能性が指摘されている。木星型惑星惑星の内部では、高い圧力によって、金属水素が液体状になっていると考えられる。天皇星型惑星も内部に、アンモニアやメタンが高温、高圧の環境下で、 凝縮液体となっており、これらの対流が惑星磁場を発生させる元となっている。5おさむき